田尻駅前っていうところで写真屋をやってます、はい、これは私は写真を洗うよりもフィルムを洗ってやった方が自分の職業は職業だからいいと思って始まったんですけども、富士フィルムにフォトブックっていうのがありまして、何ですか？フォトブック、フォトブック、はい、うん、それをもじって作ったのがこの今のアルバムなんですよ。うちにたまたまスライドのフィルムを一コマずつ焼いていくキャリアがあったもん、うんうん、それを利用したんです。私は自分が、まあ、人気もやってますから、人気も、継ぎ込めばいいんじゃないか。それからだ、まあ、写真屋の、宮城の組合長やってますから、まあ、私がやったことによって、少しでも写真屋さんがね、千葉本はこういうことをしてるんだっていうことで、まあ、勇気づけてもらえばいいのかな。そしてまたこの見つけた人のこの笑顔がね、戻ってこればいいなと思ってやったんですけども、山本から自分のうちの宝物を写した写真が見つかったって来た方がおりまして、もう嬉しくて嬉しくて、家内もこの来た奥さんの涙流して来られました。ああ本当、すごく喜んで、もうそれでまた勇気づけられましたね。これやっぱ泣いて、たかが写真だけども泣いて喜ばれたのは私は初めてだったし、これやってやらなくて、私はやってやらないとダメだなと思ってやったんですけどもね、本当にその山本町のその宝物をね写した写真が宝だって言われてから、写真は一緒の宝だと思ったんですよ。うん、本当に嬉しくて嬉しくて、被災を遭われた方は本当に大変だと思います。でも諦めないで、私もこのフォトブックを作って頑張ります。いつかこの写真と皆さんが会えて、言葉を交わす日があればなと思っています。皆さん諦めないでください。頑張ってください。